皆さんこんにちは。久しぶりの YouTube でありポッドキャストです。今日は偶然と必然についてお話ししています。聞いてね。私ね、よく偶然とか必然のことについて尋ねられるんですけど、偶然っていうことはきっとないなって思ってるんですよね。どうしてかっていうと、自然の中でね、もしもう偶然ばっかりでめちゃくちゃにいろんなことが行われてるとしたら、こんなに全てがうまくいくってこと絶対にないと思うんですよ。例えば虫が何を食べるかとか、どこに卵を産むかとか、どのくらいの数産むかとか、季節の中でいつ産むかとか、そんなことも全部偶然で起きてるとしたら、多分めちゃくちゃになると思うんですよね。でもそこにはそれぞれがね、よくわからないけれども、今どうしてもこれを食べたいとか、今この時期にどうしても卵をね産みたくなるとか、そんな風になってるわけでしょ。で、じゃあ人間はどうかって言ったら、私は人間だけが特別っていうはずはないと思うんです。全部ね、私たちは自分の意思とかじゃなくて、知らないうちにしてるのかもしれないけど、お互いのその積み重ねでね、いろんなことって起きてるんじゃないかなって考えてるんですね。そしてちゃんとこの世界が全部うまくいくようになってるんだなと思うんです。でもね、そういうふうに思った時にすっごく嬉しいなと思うんですよ。なぜかっていうと、偶然がないっていうことは、いらないものってないってことでしょ。必要なものしかない、必要なことしか起きない、ものも人も事柄、起きる事柄も全部必要で起きるんだなって思った時に、自分が自分であるっていうことも大切なことだし、自分のこと、やっぱりサムシングレートが必要でこの形にしてくれたんだなと思えるって嬉しいじゃないですか。それから相手のこともね、その人をどうしてこんな風にすぐ怒っちゃうんだろうとか、どうしてあの人は、機嫌がいつも悪いんだろうとか、すぐ、あれをしちゃうこれをしちゃうとか、こんなことを言ったとか思わなくていいわけですよね。だって偶然じゃなくて全部サムシングレートの計らいで起きると思ったらね、そういうふうに思えるし、それから一つ一つの出会いが必要で与えられたんだと思った時に、その出会いをね、何かこう粗末にしない方がいいんだなって思うんですよ。私に必要だから、それからまあ相手にも必要だから、この出会いが起きてるんだなと思った時に、じゃあやっぱりこの出会いを大切にしたらいいし、丁寧に生きてったらいいなって思えるんじゃないかなって、私なんかそんな風に思ってるんですよね。もちろん自分で決めてるんですよね。でもその奥にね、
きっと誰かの声がするんですよ。こうしたらいいよって。必ずいい日のためにそれが起きてるからこうしたらいいよってきっとあるんだなと思うんですね。だから私ね、全部偶然じゃなくて必然で起きてるって本当にそう思うんですね。今日ね、久しぶりに雨がちょっと降ったことも、それからずっとお日様がねカンカン照りだったことも、きっとね必要なんですよね。今日はそんなことを考えていました。